駐車場でトイレもありますね。ここが多分その山だと思うんだけど、ここだね。登り口なんだろうね。ここら辺かな。トイレ屋が。ここかな。休憩場所。登山口って書いてあるね。ここかな。お、登山口って書いてあるね。登山口。じゃあ行ってみましょう。ちょうど1時55分から登り始めるということで、登山口はこちらと書いてありますね。ミツバチのさ、あれがあるからちょっと熊らしきものの目撃情報がありました。マジっすか。そうだね、なんか。こうすげえな。
え、これどこを登ればいいの？違う？熊でそうなるんだね。怖っ。どこが道かわからないけど、これは自信あったらこれ押してくるやん。マジやん。ありますよこれ、この岩。よう覚えとかんとこれ。頂上へ、こっちか。はい、よいしょ。結構きついっす。ここが頂上だから
もうちょっと行くと上がれるね。いやしかしこれ結構な急だな。鳩吹きよりはきついね。すごいわ。2の笑い。何個あるか知らんけど。半分くらい。よし。これで半分か。3の笑いまで来ましたね。結構来たよねこれ。いややばい。もう山頂が近いかな。はいはい、頑張りましょう。まあ300メートルないんでね、鳩吹きよりは低いと。ただちょっと鳩吹きよりも山深いですね。ちょっと登っていくときには躊躇しますよね。これ初めてだと初心者には。急な坂なんで短い時間ですけど、結構急な道を登ってますね今。頑張ったね。もうすぐだよって書いてあるよ。よし、やった。やっと来たか。いよいよ頂上ということで、この先はハイキングコースなのかな、わかんないけど。てっぺんはこちらだよと。
滝が向こうだよと。いや向こうなんだろうね、見晴らしいわ、こっちが見晴らしいわ、てっぺんじゃないけど見晴らしいわ行って、とりあえずあの有名なグランドキャニオンを撮りましょうか。きつかった。吹雪山で訓練してたおかげでまあなんとか登れましたね。きついけど、ここか、あれか、ちょっと待ってよ、あっちとにかく暑い、ここですね。ツツジが4月頃咲くということで、はい、何分で終わった？4時11分じゃあ21分、15分ぐらいで登れたね。うわすげえ、やば。いやはい、たどり着きました、岐阜のグランドキャニオン。やーべえ、わかります、これ超高い。うわこれ高所恐怖症なんで僕これ以上はいけないですけど、すごいっす。これは来るといいね、一回は。うん。こんな感じです。いやすごいね、向こう側も綺麗だね。ただですね、ちょっとここでクマの目撃情報があったということなんで、ちょっと暗くなる前に早めに戻ろうか。滝とかも見たいんだけど行けるかな。こちらが滝方面みたいですね。電話しようか。まあ意外とこっちは楽だね。熊でそうなんだけど、これは出るわ、これ。だからこれ降りるってことはまた上がるってことやでね。明るいうちはいいけど、暗くなるとまずいんで。
超急だよねこれ。けど結構まだ遠そうですね。道を外れるといけないので特に気をつけて、この散策時からは離れないようになるべくしましょう。離れると分かんなくなる可能性あるんでね。はい。で結構まだこれ続いてるね。ずっとだいぶ音が近づいてきましたね。結構深いんですけど。はい、こういう方は行かない方がいいね。こういう道をちゃんと伝って登らないと。まあ今日はちょっとそこの滝のところまででやめとこうか。暗くなるのがどれぐらい早いかわかんないんで。人がいるね。誰かが。今はここまで来ましたね。こうか。見晴らし山からこう降りてきたのか。あ、こう降りてきたのか。登山道方面で見るのが結構近い。こっちから行けるのかな。失礼します。おう、おう、おう、ね、あ、これか。着きました。南天の滝っていうのかな。おお、おお、すげえ。やば。すげえ。すごい。じゃあこんな感じか。落石注意しないと。うわ。はい。めちゃくちゃ綺麗。これだったらカメラ持ってきて写真撮るのもいいね。非常に良いのではないでしょうか。
はいはいはい。で本当はこれまだオフがねずっと続いてるんですけど、今日ちょっと来たのが遅いんで、このまま今来た道を戻って帰ろうと思います。まあ、結構今のこれだけでもね十分楽しめたかな。うん。かなりきつい坂なんでちょっとずつ戻ります。お茶を飲もうか。別名天使の滝だって。飛騨川支流の日後谷川、うん、慶光天皇の沐浴にちなんでだって、うん、もともとは観光開発課が計画されてたけどそれが飛んだしたんだね。だから地域の方たちにこれ管理されてるのか。これはねすごい綺麗だと思うね今。そうこれね272メートル。これいいね。これ朝来ると日の出とか撮るといいかもしれない。動物の足跡がありました。何の足跡なんだろうね、あれ。イノシシかな。こんな感じですね。きつい。ここに戻ってきましたね。てっぺんはこちら。行ってみる？マジか。もうすぐの街ですね。もうすぐの街だね今の。
ここはてっぺんかな。ため池。いや、てっぺん方面行くとぐるっと回っちゃうことになると思うんでやめとこうか。ここまでにしとこうか。ため池。てっぺんまであと一歩。あ、ここ晴天が続いても枯れない不思議な池。あ、ここか。これみたいですね。モリアオイガエルの卵。ここか。こっちは鉄塔展望台ですね。ここが晴天がついても枯れないというため池らしいです。なんでなんだろうね。湧水があるってことかな。きつかった。蜂の巣ありそうだよね、これ。あれ、展望台かな。いや、きつい。鉄塔展望台でしょうか。はい、もう一個の展望台行きました。おお、すげえ、でかいでかい。おお、遠見山272m、頂上来ました。こっちが正確な展望台か。失礼します。来ましたね。グランドキャニオンが向こう側か。270m の遠見山ですか。川辺町にあります。来ました。272m なんですけど、短い時間ですがかなり急な登り方で体力的には結構きついですね。で、結構低い山なんで、水分だけはねたくさん持ってきて登った方がいいです。結構汗かきます。はい、ちょっと水分補給して帰りましょうか。膝に来るな、これ結構。これは結構膝に来ますね。いやー、この辺は結構ロープがないと厳しいところか。
めちゃすごい岩がいる。わかるこれ。この上がさっきのグランドキャニオンの場所だね。だからグランドキャニオンが壊れた時に俺はここで生き埋めになるわけだ。ご視聴ありがとうございました。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツでは現在アコースティックギター、発声、ピアノの生徒さんを募集しております。こちらの QR コードから当教室の公式ウェブサイトをご確認ください。動画やチャンネルが気に入っていただいた方はこちらのスマイルマークをポチッと押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。